ムーンライトはアメリカ合衆国で2016年に公開されたバリー・ジェンキンス監督のドラマ映画である。作品はタレル・アルビン・マクレーニーによるイン・ムーンライト・ブラック・ボーイズ・ルック・ブルーを原案としジェンキンス・マクレーニーの共作で脚本が執筆された。アフリカ系アメリカ人のシャロンがフロリダ州マイアミで成長しながら自分の芸であるセクシュアリティに葛藤する筋書きでトレバン ローズ、アンドレ・ホーランド、ジャネール・モネー、アシュトン・サンダース、ナオミ・ハリス、マハーシャラ・アリなどが出演した。作品は2016年9月2日にテルライド映画祭でワールドプレミアを迎えた。アメリカ合衆国での配給は A24 が担当し、同年10月21日には限定公開、11月4日には1100巻での拡大公開が行われた。 制作費500万ドルという低予算映画だったが、国内だけで2700万ドル近い工業収入を上げている。多くの映画評論家が作品を絶賛し、映画評論サイトロッテントマトズでは97%支持の新鮮な映画に分類されているほか、メタクレティックでは2016年の映画中最高得点を獲得した。ムーンライトは、 多くの映画賞の幅広い部門で受賞、ノミネートに至ったが、中でも、ジェンキンスの監督、アリ・ハリスの演技に対する評価が高い。第89回アカデミー賞では、監督賞、助演女優賞を含む8部門にノミネートを受け、最終的に、作品賞、助演男優賞、脚色賞を受賞した。アリは、ムスリムとして初めて、オスカーを獲得した俳優になったほか、 キャスト全員が黒人の映画 LGBT を扱った映画として初のアカデミー作品賞にもなった。第74回ゴールデングローブ賞では6部門にノミネートを受け映画部門作品賞を獲得した。また第70回英国アカデミー賞では作品賞、オリジナル脚本賞、助演男優賞、助演女優賞の4部門にノミネートされた。 第32回インディペンデントスピリット賞では、作品賞、監督賞、脚本賞を含む6部門で受賞した。第23回全米映画俳優組合賞では、アリが助演団優賞を獲得した。第69回全米監督協会賞、第28回全米製作者組合賞では、それぞれ1部門にノミネートされた。第22回放送映画批評家協会賞では、 作品賞、監督賞、助演女優賞を含む10部門にノミネートされ、助演団優賞、アンサンブル演技賞を獲得した。アメリカンフィルムインスティチュートは、映画を2016年のトップ10映画にランクインさせた。マクレーニーの書いた、原案儀曲イン・ムーンライト・ブラック・ボーイズ・ルック・ブルーは舞台化が頓挫し放置されていた作品で、ジェンキンスはここから3章を抜き出して、 映画の脚本を執筆した。このため、作品は賞によって、オリジナル脚本賞、本案など異なる部門へノミネートを受けた。全米脚本家組合賞や、英国アカデミー賞では、オリジナル脚本賞に分類されたものの、アカデミー賞では本案とみなされて、脚色賞へのノミネート、受賞となっている。ありがとうございます。